国家君が代昭和強制は在日産に失礼だからの、だと。国会で共産党の宮本徹議員、東京比例区復活当選、が耳を疑う変なことを言い立てた。教育出版の2年生の教科書。驚いたのは、新しい文章では国歌が流れたらみんなで一緒に歌いますと書かれている。そして写真もみんなで歌っている写真に変わっていた。在日コリアンの人とか宗教上の理由で歌いたくない人もいるのだ。道徳教科書で国歌が流れたらみんなで一緒に歌いますと教えるのは、国旗国歌法の審議の際の答弁に反するのは明らかじゃないですか。と意気軒昂にまくし立てた。共産主義教条を金科玉条貫き、日本の伝統を破壊、アナーキズムを真にした反日言動、究極は天皇制打倒で日本を壊滅させ、共産主義排他支配の桃源郷国家を打ち立てることだ。この奇怪な目論見が唯一、一部でも実現しかけたことがある。敗戦後マッカーサー GHQ による日本伝統の破壊の時だ。すぐに GHQ も裏に隠れて策謀を巡らす共産党とその背後勢力に気づき軌道修正した。ただ日本の教育界に愛国心は悪、その象徴たる国家君が代、国旗日の丸も忌まわしい戦争を思い起こさせるので。新生日本にふさわしくなく廃棄すべきとの観念が残った。初中等教育現場を利用した国旗国家を貶める風潮に生き残ったのだ。内外で何かある時に、国旗日の丸を誇らしく掲げるのは嬉しいことだ。その場に集った人々が声を合わせ国家君が代を歌うのは、和やかな平和を体で感じる機会だ。どこの国の人も同じ思いで国旗国家に愛着を感じている。日本の教科書だからみんなで国歌を歌うという一文があっても何ら不自然ではないのに、難癖をつけるのは別の意図があるからだろう。わざわざ共産党議員が国歌を全員で歌うのを強制するな。在日コリアンと宗教信者に配慮しろと言い立てる裏には、朝鮮共産主義を日本に侵入させたコミンテルン氏によるのだろう。宗教信者云々はまさに正真正銘。共産主義は異様な宗教弾圧団体でもあるからだ。ここでは宮本議員と共産党の非を強く非難する。日本国家は在日コリアンのためにあるわけではない。日本人の国家なのだ。在日のために余計な配慮をする必要は全くない。以前ラグビー国際試合、テストマッチ、で感動した場面を復帰する。ウェールズ戦の試合前、前席に座っていたイギリス紳士が、ウェールズ国歌にろうろうと唱和し、国歌君が代の時も起立したまま帽子を胸に押し当て、軽く頭を下げて敬意を表していた。これこそが国際的な配慮なのだ。